皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。今日は前回ね、毛穴ケアについてお話をしたんですが、その時には詰まり毛穴とたるみ毛穴のお話をしました。そう、皮脂分泌が過剰になって毛穴に皮脂がたまる詰まり毛穴、そしてあとは、加齢によって皮膚がたるんでしまうたるみ毛穴のお話をしたんですね。なんですが、実はもう一つもっと怖い毛穴があるんです。実はなぜ怖いかというと、この毛穴一度起こしてしまうとなかなか改善が難しくなっています。なので予防とケアがものすごく大切なので、今日はその毛穴についてしっかりと説明しますので、最後までご覧ください。一度なると怖い毛穴の正体はズバリすり鉢毛穴になります。すり鉢毛穴と思うかもしれないんですけれども、これはですね、実は皮膚の表面が削られた毛穴になるんですね。じゃあなんでこのすり鉢毛穴になるかっていうとですね、まず毛穴が目立つとか開いていく原因っていうのは、前もお話しした通り皮脂が分泌が活発になりますよね。でそこ の毛穴の中に皮脂が溜まってきます。で普通だったらそれが表面に出ていくんですけれども、その上に余分な角質だったり汚れだったりが溜まってしまって蓋をするような形になります。でそれがよく言う、黒ずみ毛穴とかだったりするんですが、でこれがずっとケアされないで置いておくとどうなるかっていうと、本当は皮脂っていうのは毛穴から出て肌全体をコーティングしてバリア機能を司ってるんですよ。なので肌は、あ、どうしよう、皮脂をいっぱい出しているのに肌コーティングしてくれるものがない、じゃあもっともっと出さなきゃと思うのと、プラス邪魔な塊を壊してしまおうというふうに働いて分解酵素を出してしまうんです。この分解酵素を出して溜まった皮脂を分解するんです。分解された皮脂っていうのは有利脂肪酸というものに分解されます。実はこの有利脂肪酸自体がですね、この毛穴の上の方に集まってくると、この毛穴の出口の方の皮膚を溶かしてしまうんですよ。そうするとどうなるかっていうと、どんどん溶かすので、砂がこうザラ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 ね、こう内側に出ていくように、通常まっすぐな毛穴がちょっとこういう風なすり鉢のような開いた毛穴になってしまうんです。大げさに言うとですね、皮膚自体を溶かしてしまってこう毛穴が開いてしまうということになるんです。そう、皮膚が削れてへこんでしまうんですよ。びっくりしません？このすり鉢毛穴一度なってしまうと、もう本当にスキンケアで改善するのは難しくて、美容医療に頼るということになってしまうんですね。なのでこのすり鉢毛穴っていうのは予防とケアが大事になってきます。ではどういった予防が必要になるかもお話しします。ポイントは3つあります。まず毛穴が詰まって、それが角栓状態になってガチガチに固まらないということをしてあげることですよね。もうガチガチに固まってしまうと皮脂が全体的に行き渡らないので、さらにこう、それを溶かそうという働きが起こってくるっていうのが、このすり鉢毛穴のポイントになりますので、まずはこの角栓を詰まらせないということがポイントになります。ですから酵素洗顔を使ったり、あとは角質ケア の商品を使ったりして、角栓を少しずつ溶かしてですね、皮脂がちゃんと皮膚に行き渡るようにしてあげることがポイントです。もう一つは有利脂肪酸が発生することで肌に炎症が加わって、それで肌が溶けてすり鉢状になりますから、この炎症を抑える成分を入れるということもポイントです。その成分というのはビタミン C だったりグリシリグリシンっていうような成分になります。なのでそういった炎症、肌の炎症を抑えますっていう成分を美容液などで取り入れていただければいいかなと思います。で最後はですね、意外かもしれないんですが、日焼けと摩擦をやめることです。有利脂肪酸がこう発生することによって毛穴の上部が炎症を起こす、それが皮膚を溶かしますって言いましたよね。そこに摩擦だったり日焼けだったりの炎症が加わると、またその炎症を助長してしまって、このすり鉢状になることが加速されてしまいます。ですから必ず関係なさそうなんですけれども、摩擦をしないように、ついついね、だから毛穴が気になると思って触るっていうことは絶対 NG ですし、なんとなく毛穴が詰まりそうだと言って日焼け止めを塗らないっていうことも NG 行為になるので、気をつけてみてください。すり鉢毛穴結構悩んでる方も多いと思います。今日はその、メカニズムと予防についてお話ししましたので、次回はその毛穴の対策の美容液などご紹介できたらなと思っています。
いかがでしたか？このチャンネルではこのように美容や健康について正しい知識を皆さんにお知らせしておりますので、よかったらチャンネル登録してみてください。あとはこんなお悩みとかこういったテーマ取り上げてほしいよということがあれば、ぜひコメント欄にお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。